今が旬、真っ赤に実ったいちご、あきひめ。大粒で糖度が高く、酸味が少ないのが特徴です。石垣いちごで有名な静岡市久能では、この時期いちご狩りを楽しむ観光客でにぎわいます。おいしい100年以上の歴史がある石垣いちごですが、近年は高齢化や後継者不足などで、農家の数は最盛期だった1960年代に比べ半分以下に。西澤育さん、33歳は石垣いちごの伝統を継承したいと、5年前実家のいちご農園を継ぐことを決めました。顔を直接見ていちご食べてもらえるっていうのが一番、やっぱ美味しそうな顔が嬉しいですね。今日のエブリィ静岡特集は、伝統の石垣いちごを後世に、老舗いちご農園を継いだ男性の思いと、石垣いちごができるまでに密着しました。今シーズンのいちごの栽培が始まったのは去年6月。西澤さんの姿は、いちごのハウスがある静岡市久能からおよそ50キロ離れた山の中にありました。一体なぜなのでしょうか。標高1000メートル以上ある畑になるんですけど、高齢地栽培っていう形で丈夫な苗が育ちやすいっていうことで、こっちで育ててます。生育の過程で病気になるリスクも高いいちご、高齢地で栽培することで苗を病気から守ることができるほか、収穫時期を早める効果があるといいます。6月この梅雨の時期とかは、週に2回とか3日に1回くらいとかなんですけど、7月8月になるとやることが増えてくるんで、1日おきとかいう感じの感覚で来るので、負担が大きいため、高齢地栽培を行う農家は今ではほとんどいませんが、西澤さんは車で往復4時間をかけ、より気温の低い静岡市の井川で苗を育てます。またいちごの栽培は親株の苗植えから始まり、その後親株から伸びてくるつるを切り離し、子株を作ることで苗の数を何十倍にも増やしていくのです。苗植えからおよそ3ヶ月、再び井川の畑を訪ねてみると、苗は畑いっぱいに数を増やしていました。育て始めた時は500本くらいからスタートしたんですけど、今現状持って帰る時は2万本になって持って帰るっていう感じですね。酷暑の夏でしたが、高齢地で苗を育てたことで大きな影響はなかったといいます。それでも油断はできません。一回根っこを上げて植え替えてとかっていうのは、いちごにとってストレスかかるところなんで、そこで病気になったりとかっていうのは全然ありえるんで、10月も暑いですし、気は抜けないですね、全然。それから数日後、井川で育てたおよそ2万本の苗を久能の石垣へ植え替えます。石垣での栽培は平地での栽培に比べ重労働にはなるものの、山の斜面を利用し、すべてのいちごに日光が当たり、石垣に熱が蓄積されるため、夜間も根を冷やすことなく育てることができるメリットがあります。やっぱり根付かないと、いつまでたってもいちごの苗が成長しないというか、そのままダメになっちゃう苗もあるんで、やっぱ水かけだったりとか、その辺の管理は結構難しい、大変ですね。いちごの実ができ始めた11月、いちご狩りのシーズンに向け、ハウスにビニールを張る時期がやってきました。家族総出で力を合わせ、1週間かけて80棟のビニールハウスを完成させました。着々といちご狩りの準備が進む一方で、こんな現実も。年々周りの農家たちが辞めてくから、どんどん雑木林が増えてる。雑草の種とかが舞ってきて、余計毎年うちの畑も雑草だらけになっちゃう。
駿河湾に面したいちご海岸通りにはかつてはいちご娘が並ぶなど活気がありましたが、いちご農家は徐々に数を減らして、現在は最盛期だった1960年代に比べ半分以下に。後継者不足も深刻になっています。一方、西澤さんの実家は久能で100年以上続く老舗作座農園。西澤さんも大学卒業後、一度は県内の住宅メーカーに就職し、会社員として働いていましたが、5年前実家に戻り、いちご農園を継ぐことを決意しました。おじいちゃんが生きてた時はなんか、まあ、継いでほしいみたいなことをよく言われてたんですけど、最初大変だから継ぐのはやめたんですけど、やっぱこの石垣いちごっていうのが人気がなくなっちゃってるっていう感じではなかったんで、まあ、逆に盛り上げたいなっていう気持ちはありましたね。年が明け、本格的ないちご狩りのシーズンがやってきました。ハウスに入ると大きな秋姫が実っていました。今年はすごいいいと思いますよ。夏が暑かったんで、みんなイチゴがどうなっちゃうかって心配されてたんですけど、まあ年末から、まあ、タイミング的にはすごくいいタイミングで気温が下がったおかげっていうのもあって、結構いいのができたかなと思います。まあ大きさと、まあ、かなり今糖度が高くて美味しい状態にはなってると思います。西澤さんの作座農園にはこの時期を待ちに待ったお客さんが全国からやってきます。すごい浅い、すごいすごい。ハウスに案内されるとお客さんたちは次々といちごを口に運んでいきます。甘くて美味しいです。毎年今14、5年来てますね、はい、やっぱり美味しいからあれですかね。そうですね、美味しいですね。どうでしょうか、いちご足りてますか、はい、大丈夫そうですか。西澤さんもお客さんの対応やいちごの管理に動き回ります。まあ、顔を直接見ていちご食べてもらえるっていうのは一番やっぱ美味しそうな顔が嬉しいですね。西澤さんは今後石垣いちごの魅力を高めるため、加工品の開発や新しい販路拡大にも取り組んでいきたいと言います。自分の中ではこの農業という仕事の方が、まあ、合ってるというか、まあ、やりがい感じるかなって思ってるので、まあ、そこで自分たち若い人たちがこの味を、まあ、受け継いで、まあ、この久能っていう地域自体を盛り上げていけるような感じになれればいいなと思ってます。